吉田さんお疲れ様ですいや本当にねやりたいと思ったらやるはずなんですよでやったことだけが結果的に本当にやりたいことだったってのが分かるんじゃないかなと思うんですよいや本当にそうしたかったんだったらやってるはずなんですよねこれもうほんと堂々巡りの言葉になっちゃいますけどもで私はどうしても金を稼いでお金の問題を自分の人生から 排除したたかったんですよねだからやったってだけなんですよ。うん、あの結局ねその借金をしながら合流していたそして支払いに充てていた十数年前ってのはありましたけどもいつか借金できなくなるだろうなっていうふうなその緊張感や恐怖とのまあ毎日ねもうしのぎ合いだったですね。今日は借りれたでも明日はどうかな今月は支払えたでも来月はどうかないつもこんな感じで。 なんかそのノルマに怯えるイエスタデーだったですよねでも今はどっちかっていうとね吉谷さん最近ね私ね「バイクに興味持っっちゃったんですよあのグレート・ティーチャー・鬼塚っていうね、えー、アニメとかそれからなんかリバイバルがあったんですよ最近ねそれでちょびっとだけバイクが出てたんですけどもあバイクも悪くないなーって思い出してねで私がバイク乗らなかったのはただ単にあのシフトチェンジを足でするじゃないですか あれが俺はできないだろうなと思ってたんですよ。でもよく考えたら、免許もないようなね、10代の中学生、高校生が、あの、もうああいうバイク盗んで乗ってるわけですよ。だからできないことはないんじゃないかなと思いますし、なんだったら教習所に通えばいいわけですよ。今、時間もお金もあるし。で、調べてみたら、教習代金そんな高いかって言ったらね、別に高くないですからね。じゃあバイクが高いかっていうと、私ね、何百万もすんのかなと思ったら、別にね、10万円以下で買えるバイクって結構あって、250cc とかね。 うん、ああだったらまあ乗ってみっかみたいなね、まあ、駐車場もあるしなみたいな。うん、で何が言いたいかっていうと本当に欲しいものや本当にしたいことっていうのはもうあ,あこれいいなと思った瞬間に私が手に入ってるようなと同じなんですよ、うんまあ。ナイト2000欲しいなと思ったら埼玉まで買いに行ってで今もうね当たり前のように毎日ありますからね。 それなんですよねで本気で思ったんだけども結果的にダメだったことありますよやってみた八方を手を尽くしてみたんだけどダメだったみたいなことありますよでもそれはもう仕方がないじゃないですか例えば去年私はキックボクシング1年間ねやってました全くの素人から始めてリングに立ちましたやるだけやりましたよ私の体力のそれから気合の続く限りやりました夏場なんていうのはね大汗かきながらトレーニングしてトレーニングになったらヘトヘトになってね もうかきすぎたたた汗をシャワーででで流しししまよよ楽っねで試合の日が近づくたんびに恐怖もありましたし期待もありましたしでも試合が終わってみるとなんかもう一つ終わったなみたいな感じで寂しさとともにああもう自分の格闘技の思いは全て叩きつけたなっていう気持ちでね今、まあ、まさにね やるだけやったって気持ちですよ。結果的には全然ダメだったんですけども、でもそういうことってあるじゃないですか。ね。大学受験だって、どんな試験だってね。やるだけやったけどもダメだったと。惜しかったけども落ちたみたいな。それはそれで、やったけどダメだったでいいわけですよ。女の子に告白して、振られた。でもそれで一つ、キリがつくわけですからね、うん。人生ってのはそういうふうに、一生懸命何かに取り組んで、手に入ったものと、そうじゃなかったものを見分けながらね、だん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 、 自分の行く道がこう、そぎ落とされていって一本の道に近づいていくのかなって気はしますけどもね、うん、でお金が稼ぎたいとか言ってね来てくださるのはいいんですけどもじゃあ稼ぐ方法はいろいろお話しするんですよでも稼,がないんですよ、ね、稼げないのかもしれませんけどもまずは行動ができてないやったにしても量が足りないただそれだけなのかなと思いますうん だから言うことっていうのはノウハウも既にあるんで別に私とかはね吉谷さんのことかは知らせなくてもあるわけじゃないですかで結局なんか稼ぐ方法ないですかって言ったらじゃあ動画でコンテンツ作って売りましょうアフィリエイトやりましょうポイントサイトやりましょうって言ったらあの期待してね近づいてきた人からするとやっぱそうなるのみたいな感じなんですよいややっぱそうなるようですよねだってそれが稼ぐ方法なのにそれをしてなくて稼げないんでしょ 誰のとこ来ても、これやりましたやりましょうよ。みんなの銀行ですよって同じですからね。でも、いや、そういうんじゃなくて、こう、なんか、ないんですかみたいなね。ないよって話ですよ。あったら俺がやってね、やってるし、みたいなね。<laughs> 俺がやってることが全てだよ、ね。<laughs> そんなとこですよね。ねえ、なんかね、魔法の方法があるんだったら、まずは俺がやってるよって話ですよ。で、あとは、お金の問題が本当に解決できてんだったら、 いま、ね、だに商品売ったりとかね、月末の支払い気にしたりとかね、うん、そんなことしてないですからね。やっぱ私だって別にもう、全然万バ々ンバンザの人生が来たわけじゃないですから、まだまだ不安要素はありますし、それから、組織ってものに入ってないから、心細くもなりますよ。戦いの連続ですよただ、やっぱりその恐怖というのかな、孤独心がでかいのか小さいのかだけですよ。そこまで 足元がふらつくほどね、組織に入ってないことをビビってるわけでもないですし、まあどっかに就職もせずにね、こうやって暮らしてる、そして気にせずお金をポンポン使ってることに対して、やばいなと思わないことがないわけじゃない,ないんですよね。だからやっぱスーパーに行っても値上がりしたら気になりますしね、このままやっていけるのかなとも思いますしね。だそういった多少の焦りが、この行動力の 原点の一部にもなってるでしょうし、それからやりたいことをやっていきたいっていうね、気持ちも、うん、多分にあるでしょうしね。やっぱ、男の人生は長いですからね。いい時もあれば悪い時もあるし、どうしても体が動かない時もありますし、うん、アムウェイにね、誘われる時もあると思うんですよ、うん。まあ、だけども、どんな場面も自分の人生ですからね。自分が、 抱えていかななしょうがないですよね。はいということでねニヤニヤしながらクロームブックを買ったあの時が懐かしいでもやっぱり私の思った通りでしょクロームブックを買って私は稼ぐ道の扉を開いたわけですよそれが今日まで続いていてこれからもまだまだ続きそうだって話ですよあのクロームブックに感謝ですねそれじゃあいってらっしゃい